作って防災ラボです。地域密着型の気象防災情報発信基地防災ラボです。えー、梅雨入りしまして、はい、あの、この後なんですが、特に来週ですね。大雨の恐れも出てきました。うん、それから、台風午後が発生しそうなんですよ。はい、これね、福島県にひょっとすると影響が出るかもしれないんで、はいえー、この情報を中心にお伝えをしたいと思います。はい、まずは、皆さんからいただいた季節の頼りなんです。はい、まあ、この季節は、この季節で、あの、いいね。あの、花鳥風月、たくさんあります。はい、まず、最初に、姫さゆり。 南会津、ここも有名ですよね、群生地。綺麗に咲いてますね。これすごく写真が綺麗なんですよ。うんはい、携帯で撮ったんですかね、一眼レフかな。綺麗、きりと青空も,も、はい、青空とピンクの花がとてもいいですよね、はい、コントラストが。そしてこちらは紫の花。はい。ごめんなさい、私この花の名前わからない。綺麗ですね、でも。鮮やかですねで。これは浅座の群生っていうんだ。はい、花輪にこういう群生地があるんですね。うん、そしてこれは皆さん、 分かりますよねあ桃ですかもも、初姫、色がつき始めました、<laughs> はい、今月中には収穫スタートできいいよいよですか来週あたり始まるのかな、楽しみそ,そして庭のあんず、いいですね、カジイチゴっていうんだ、これ鳥さん食べちゃうんじゃないですか、もしかしたら。それから会津若松の水田もだいぶ成長しましたということで、あ本当に皆さん、この画像を見ると、うん、季節を感じられますよね。コロナ禍だから 斉藤さんのあのあの,あの防災ラボのこの季節の画像を見て、うん、あの散歩気分で、ね、楽しんでますって方も結構ああ皆さん癒されてるんですね。癒されてる嬉しいですね。はい、あのまたぜひ皆さんソラネット参加していただきたいと思います。さあ予報が大変難しいです。金子、はい、さん、えー、ちょっとこちらでですね説明をしたいと思います。非常に複雑なんですよ空気の流れが。はい、私はあまり予想天気図って使わないんですけども、はい、予想天気図から今日使います、えー。空気っていうのは高いところから低いところに流れます。はい、ということなので高気圧からこういう感じで空気がな それがこの風予報でも分かります福島県に、あのー、ご覧のように海から風がこう吹きつけているのが、はいね、分かりますよね、じゃあ、この海からの風って湿ってると思います、乾いいてると思います湿ってますよね、はい、海からの風だから、だから明日こういうふうな感じになります、はいえー、ジオラマで見てみると、湿った東風がこうあの吹くんですね、そうすると、阿武隈高地に湿った風当たるから、はい、阿武隈高地で風が湧くんですよ。 そして、あのー、阿武隈川沿いには、今度北東の風がこう吹いてくるんですね。<い>それが今度は、岳温泉とか土湯温泉に当たるから。<い>浜通りや、この中通りの北部中心に、ポイントはこちらでございます。雨が降りやすくなるんじゃないかというのが、私の見立てでございます。なるほどいや、本当に一年で一番実は天気予報難しいんで。あ、そうですか。この時期が、えー。外さないようにしないといけません。外れません。<laughs> 明日の天気です。 えー、会津地方は明日はそれほど天気の崩れがないのではないかというのが私の見立てです、はいえー、午後は少し空が明るくなるそんな時間帯もあるのではないかと見ております、えー、ただ見町だけ、えー、雨をつけました、はい、そして中通りの北部です、えー、中通りの北部なんですが、えー、こちらは雨が降ったり止んだりぐずついた天気なんですよねで中通りでも中通りでも あの北部とです、ね、中部南部と中南で天気の分布が違います、はい、これ、阿武隈川沿いを北東の湿った風が吹いてきたんで、はい、これで雨が降りやすいんですが、うん、中通りの南部見てみましょうか。 氷山までは降りやすいただあの須賀川から南はそんなに降らないのかなと思いますね今日のような不安定さないんですねいやあの大丈夫だと思います、はい、なぜならばです、ね、あの気温が下がるんですよ、うん、上空の寒気もあの気温が下がるんですけれども、これで気温が上がるとです、ねはい、不安定になるんだけど、うん、地上の気温が下がるから、明日はあは雷雲の発生はないんじゃないかと思います、はいそ,えー、そして、えー、浜通りです。 こちらはやっぱりあの昨日さっきのジオラマ通り、はい、べったり雨雲がかかります。すね、ええー、特に午後は闇間が少ないということですね。うん、明日ほとんど気温が上がらないでしょう。いや冷えそうですね。明日寒がりの方はやっぱり上着欠かせないということになりそうです。はいうん、さあ台風がどうもできるんじゃないかと、まあ、心配ですね。心配ですよね。はい、でこの雲なんですね。このちょっと渦を巻いていま渦巻き始めてますよね。はい、でこれが。 まもなく台風5号に発生するんじゃないかということなんですけれどもで6月の台風って金子さん、こういう感じなんです、はい、6月の台風。<あ>日本に接近はするんだけど、はい、でも、上陸してててます若干れれるなんでそれてるのかというと、うん、ちょっとこちらのラ,ラボモニターで説明したいんですけれどもき、はいまあ、今日もそうなんですが上空にほら、 ジェットキルが吹いてるでしょだから日本に近づけないということなんですでこれ渦近づいてきてもおそらくこの風に流されてまあこういう感じで行くのかなというじゃ上陸の心配はただね今これからまだちょっと日にちがありますから今のところアメリカもヨーロッパも両方ともほら離れてるでしょ福島から日本だけちょっと予測できてないんですけれどもなので この台風5号に関しては現段階では、えー、直撃とかはないんだけれども、はい、300キロ北へ西へずれた場合は、はい、これ梅雨前線と一緒にです、ね、活発な雨を降らせますので、うん、これがです、ね、今週、皆さんあのポイントになってくると思いますのでまだ油断はできない、ね、油断できないので毎日です、ねうん、この防災ラボをチェックしていただきたいと思います。 でいずれにせよ、これ、台風が接近するしないにせよ、日曜日の予報なんですが、ちょっとこちらをご覧ください、梅雨前線の活動自体は活発になるんですね、はい、これに台風が巻き込まれると、かなりの大雨になります、ですから、27日の日曜日の予報、をちょっとまめに確認をしていただきたいと思いますね、はいはい、えそれから木、金、土の予報もちょっと難しいので、すいません、明日また再度確認をしてください。いこちらの雨雨いかなう通り雨 テレ防災ラボでした。